雨ですが、ですね、はい、行きますよ。行きましょう。はい、行きますよ。出発ですよ。出発です。はい。そもそも鈴木さんがバンライフビルダーでボーンってなったきっかけ、まあ、僕のあの白い T1L なんですけど、はい、あれなんかもう遊び半分でちょっとただ作りたくて作って、まあ、それがなんかいろいろ取材受けるようになったっていう。それインスタかなんかから。そうっすね、まあなんかこう、まあ、なんだろうな口コミというか誰かがなんか。そうですね、なんか徐々にですね、なんかイベントに出るようになってて、なんかまあそういう積み重ねがなんかどんどん広がっていくじゃないですか。ですね、うん、でなんかありがたいことにちょっとずつなんか声かけてもらえるようになって、で今となったらもうなんかもうブームになっちゃったんで。そうですね、やり始めた頃なんかは何やってんだみたいな感じで目で見られて、部屋作って車の中に、あのちょうどその八王子の、BS でなんかこう車を作られてたっていうのを、三つ星キャンプですね。すごい方に車作ってもらってるんだなっていうのをその時ありがとうございます。そうだ、はあ、あれもインスタ経由で来たんですよ。問い合わせが来て、そうなん、こういう企画があるのでやってくんないかって言われて、まあ、仕事に支障ない程度だったらいいかっていう簡単に受けたんですけど、あの影響とかもやっぱり大きい。ああ大きいっすよ、あれは結構大きいっすね。なんかその辺のホームセンターとかにたまに声かけられたりするんで。あ、そうなんですか。で、さんはなんか多分インスタかなんかでメールいただいたんですよね。ああ、じゃあたまたま家すげえ近かったんですよね、八王子っていうことで。そっからもうすぐ会ってやりましょうって話になって、あの辺の時はまだ全然商売にする気なんかなかったんで、お金いただいて趣味の延長ぐらい作ってみようかなっていうのも俺なんですね。でも全部さんはもうお任せしたって言ってて、そうそうそう、でもう僕らが乗る前提でなんか鈴木さんにお願いしたって言って、本当あの時に出会ったばっかりで、はいはいはい、なんかすごいことになってきたなと思って。あ、タイミングですね、すごい。そうだから僕もその親子2人でっていうのを聞いてたんで、あ、まあ、それをだからイメージして作ったの、はベッドの、はい、もう初期型っていうか鈴木さんのこれ2代目3代目んテレビ番組の三つ星キャンプでやったらやつ入れると3代目、はい、じゃあ鈴木さんはこれ歴史に残る、可愛がってやってください。可愛がるんですか。進化の力。これは普通のベッドです。ベッドに見えますよね、実はこれ。ありがとう。下が物置みたいになっているのです。めっちゃ便利。はい、では次こちら。前にそのそのキャンピングカー乗ってたんで、はい、キャンピングカーってもともとやっぱり収納というかしっかり作られてるじゃないですか、うんうん、扉とか、うんうん、最初パッと見た時に あんまり収納がやっぱキャンピングカーの方がこうしっかり作ってあるかなと思ったんですけど、うんうん、意外と荷物が入って、うん、アイデア満載というか、本当ほぼ2人の冬物はちょっと出したんですけど、うん、ほぼ全部入ってるんですよ。家になってるんですごいっすね。ベッドの下が一番大きいですよね。そうですね、はい、いろいろ整理したら本当なんか引っ越し作業みたいなことを最初譲り受けた時は、はい、本当引っ越しみたいな感じで、うんうん、ここに荷物をバーンと入れて、じゃあ積もうか。うわーすごいよ、ここにちょっと取ります。ほらだいぶ来たね。いや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 、もうちょいだよ、頑張ろう。ぐっちゃぐちゃだったんですけどまあ今もぐちゃぐちゃ、生活感丸出しなんですけど
いやでもセンスすごいなと思う。いやいやいや、もともとでもそういう大工さんの内容というか、やっぱりこうちょっとおしゃれな、まあ、住宅のリノベーションだったり、まあ、店舗の内装だったりとかをやってたんで、何かこう参考にされたりとかそういうのあったんですか？あ、でも最初の頃なんか特には海外のインスタグラマーのいろいろ散々見て、あ、どんなのがいいかなっていうのが、もうキリがないぐらい出てくるじゃないですか。ああ、そうですね、うん、海外が、まあ、本場というか、日本は何だろう、日本ででもブームになったのって、まだでもバンライフっていう言葉って、うん、まあ、まだまだ知らない人はいる感じです。でも今最近だいぶ広がったと思います。テレビとかでもね、だいぶ取り上げられるようになってるんで、まあ、特に本当僕が始めた頃に比べたらもう全然比べられないぐらい。僕もこういう展開になるとは思わなかったんですけど、いろんなご縁というか、つながりで、なんかキャンピングカーという本当部屋、自分の部屋って感じになっちゃってて、最初すごいなんかワクワクしたんですよね。部屋に引っ越してきたって感じで、なんかキャンピングカーってもう出来上がってるから、なんかこう部屋をどうやって住みやすくしようかとか、その辺が面白かったですよね。まだまだだからね、ここから本当もっと使いやすいようにカスタマイズしていけるだろうし、使いやすいようにね、していけるのがいいですよね。いいですね。で、多分僕が作ってきた中でオーナーさんで、あの市場で一番物が多いかもしれない。まあ、リアルでもちゃんと物があるっていう感じ。ちゃんと物があるってことだ。本当、そうですね、鈴木さんのそのなんかウェブページとかでこう鈴木さんの車が紹介されてるページとかも見て、めっちゃおしゃれに写ってるんですよ、写真が。でそんな感じで僕もこうおしゃれに生活したいなと思いながら、やっぱり荷物が多い。まあ、リアルに生活するとやっぱこ荷物を増えますよね。間違いないですね。ですよね。こういう感じになります。あ、今本当こう積み上げてますけど、できるだけ本当こう見せないようにしたいなとかいうのもいろいろあるんですけど、ぬいぐるみとかまだ女の子ですよねしかも2人だからですね。でもこう見るとやっぱ2人が限界なんですかね。3人になってくると、あ、そうですね、きつくなってきそうですね。一人は外でテントで寝るとか、移動は大丈夫だとは思うんですけどね。残り半年ぐらいこう何台ぐらい手掛ける？予定があるのは6ぐらいかな。あ、でも1台1ヶ月終わんなかったりし、あ、でも1ヶ月終わります。あ、そうなんですね。1ヶ月 1.5 台ぐらい。おお。大体まあ同じようなパターンだったんです。あ。Stars come to shine when it's dark from so far away. Show us where we are. What makes the sun go to sleep every night? And what's it dreaming of? I wonder.そのようなこうペースで仕事を入れられても、今年はいっぱいいっぱいっていう。そうですね今依頼受けると今年年内は厳しい。今あの全国を回ろうと、日本一周しようと思ってて、地方創生に関連するようなこう動画で紹介しながらこう全国回っていこうかなと思ってて、もう絵はずっと描いてるんで、僕も絵描くのが昔好きで。あ、そうなんですか。学校行っても勉強しないで絵ばっか描いてましたからね。だから一緒ですよね。だから鈴木さんの弟子入り体育と美術だけ5で、あとは全部1とかになったそれですね。え、体育が5っていうのはなんか得意なスポーツとかなんかされてたんですか？いや、なんか運動神経だけ昔からやったらいいんですよ。だからこんなすごいことできるんだ。体力があるんだ。体力必要ですよねまあね、そうですね今まだ401とかだったらまだまだノリノリな。いや、まあ、小学校も中学校もそうなんですけど、1日も学校行かなくても、あの卒業扱いにはなるっていうことなんですよ。だから義務教育ってなんかそこがおかしくて、年齢で学校行かなくても中卒なるっていう話で、実はその1年休学とかできないんですかって相談したことがあって、まあ、1年間学校行かないで、本当だったら中2の年に中1として、そういうことできないですかって言ったら、もう日本はこう年齢とともに上がって卒業になる。頭の中は絵のことでいっぱいだな。ちょっと、今年のクリスマスプレゼントは何でしょうか1個のものになんかこう集中しがちだったんで、ずっと昔から、まあ、その代わりなんか何だろう、器用に他のものができないというか、言われるのはその集中力があるっていうのが言われる。
僕も幼少期こんな風に絵描いてたなとか思いながら見てたんですよ。そうなんですか。お、そういう時代になってきましたよね。なんかこう、一つのものを人よりこう秀でるっていうか、なんかこう何でもこう平均にできるような、はい、僕もなんかそういうのがいろいろ疑問に思ってて、てか本当一つのものをこう極めてずっとされてる方ってすごいなっていう。僕にとってはなんかそういう時代になってくれたっていう感じがして、僕だけじゃなくてね、なんか本当逆になんか飛び抜けたものを持ってる人が方が生きていける時代になってきてる気がしますよ ね、 そうですね。逆になんか特にね、若い子たちのこれからの世代ってなんかすごい心配じゃないですか。僕たちの時代よりちょっと変わった時代というか。そうですね、感情のない世界ですね。あ、でもどこでどうなるか人生ってわからないですよ ね、 ですよね。もしかしたら今この天井が崩れるそっちアドレスもそうですけど、多拠点生活とか、はい、2拠点もそうですけど、あとバンライフとかってやっぱもう今までのこうライフスタイルと随分変わってくるじゃないですか、はい、さらにやっぱり人生変わってきますよね、いろいろ。多分マスクの下見たらね、もう気絶すると思う。なんであまりの面白さになる続けなくなるんだよ、はい、チーズ。そう、夜中運転したりとかで、ね、寝なかったりするじゃないですか、もう昼過ぎまで寝たりして、いろいろあってもうね、ねえねえ、パパの髪の毛がボサボサだったんですよ、ね、考えてみたらずっともう不死家庭ですよね、1年間。そうですよ、ね、こちらこそまた、あ、こちらこそ、またそっち方面に行くときは、あ、そうですね、なんかイベントとかでもなんかどっかでお会いできたら嬉しいですね。お話できて楽しかった、はい、変顔を勉強してきて、次会った時に違う変顔できるようにして、また来てね、また来る、ありがとうございました。ありがとうございました。面白かった。あ、パパ、面白かったね、パパ。ね。あ、楽しかったわ。よし、じゃあ切る。